も岩田です。ということで今回は浜崎先生をお招きして TOEIC 700点を突破するためのロードマップについてお伺いしたいと思います。ちなみに浜崎先生は TOEIC 満点を80回取られているっていう、受けるプロでもあり、そしてそのご経験をこう TOEIC の書籍などをたくさん出されることによって発信されてもいます。そんな TOEIC プロの浜崎先生に今回は700点を突破するためのロードマップについてお聞きしたいと思います。では浜崎先生、自己紹介をお願いします。こんにちは、浜崎です。僕はですね、岩田さんにおっしゃってもらった通り、TOEIC は毎回、いつも受けております。コロナの時に、抽選でね、諦めないと受けれない時代があったんで、そこは結構ね、ことごとく外れて、受けれなかった時期あったんですけども、要は、申し込めば受けれるよっていうのはね、毎回すべて受けております。普段は大学での講義をやったり、あとはね、TOEIC関連のね、英語関連の本とかを、いろいろと書かせていただいております。はい、よろしくお願いします。お願いします。今のお話をこうお聞きしてても、やっぱり私も TOEIC 満点を目指しているので、満点を取られているっていうところもすごいな、憧れだなと思うんですけど、なんとそれを80回以上も取られているっていうところがすごい驚きでした。そのこう知識だったりご経験とかをこう TOEIC の本を出されてたりとか、そういう大学の講義であったりこうセミナーなどもこう開催されているっていうことで、そこもとても刺激だなっていうふうに感じています。そんな TOEIC のプロの浜崎先生に今回はこう700点を突破するために、どんなことから始めてどういう勉強をしていけばいいのか、隅々までお伺いしたいなと思っています。はい、では早速入っていきたいと思うんですけど、TOEIC 700点ってこう受験者の方にとっては、一つの基準だなとか壁だなって感じる方多いと思います。実際にこう就活でも、700点が足切りの点数であったりだとか、就職後もこう会社の中で昇進昇給の一つの基準に700点を設定されている会社さん多いと思うんですけど、浜崎先生から見て TOEIC 700点ってどんなレベル感なんでしょうか、教えていただけますか。コロナ前っていうのは合格テストの平均っていうのがだいたい570点とか580点ぐらいだったんですよね。で、コロナを経て今平均点がいつの間にかね、徐々に上がってきてしまって、今の合格テストの平均点がだいたい610から600、高いと30ぐらいという感じです。で、600点ね、ちょっとぐらいが平均ですから、700点っていうと受験者、上位層の入り口というかね、胸張って、TOEIC 700点ですっていうふうに言えるような点数なのかなと思います。あとは、大学で教えていて、ある大学では、無学年で、とにかく TOEIC 受けたい人が、受講できるっていうような授業を担当したりしてるんですけども、エアラインとか、ホテル関係、他で、就職したい方は、やっぱり700点が、さっきね、岩田さんが、足切りラインとかね、そういう話をしてましたけども、ちょっと700点はないと、最低いけないかなっていうね、そういうスコアかなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに浜崎先生のプロフィールを見させていただいてまして、有名な企業さん、例えばこうファーストリテイリングさんとか、こう楽天銀行さんなどのこう企業さんでのこう TOEIC の研修などもされているっていうふうにこうお見受けしたんですけど、やっぱり企業さんは700点ぐらいをこう求めてらっしゃる感じですか。企業によるんですけども、ファーストリテイリングは、やっぱり700点730だったかな、当時は、はい、っていう感じだったんですけども、はい、楽天は一列800だったんですよね。で、800点ってなかなか普通取れないんですよ。取れないので、例えば僕、楽天の中の楽天機ってあるんですけどもね、皆さんね、仕事をして、その後2時間ぐらいで TOEIC を教えてたんですけども、多分社員の方からね、そもそも楽天銀行さんで働いてる時点でもうすごく優秀な方が多いと思うんですけども、そういった方々でもね、800って結構相当きついんですよ。で、かといってじゃあ700が楽かっていうとそうではないので、この動画を見ていただいている方がね、700点っていう数字があるので、それでね、見に来てる方多いと思うんですけども、基本的に、ちょっと僕が言ってたね、ところは英語を応用語化とかにするような企業なんで、ちょっと、レベル感がね、高いかなと思うんですけども、通常、本当にどこの企業でも、
700点以上取れてれば困ることはね、教育のスコアでは、まあ、あんまりないんじゃないかなと思いますね。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと今まではこう TOEIC 700点のレベル感であったり、まあ、キャリアの面でどのような評価を受けるのかっていうお話をしていただいたんですけど、じゃあ実際に700点を取るにあたってどういうことをしていけばいいのかっていう勉強内容に入っていきたいと思います。じゃあいざ700点を目指そうって思った時にはこう何から始めていくべきなんでしょうか。まずですね、TOEIC の勉強をやってきたことがある人は、あと受けたことがある方は、スコアがあると思うので、実際自分がね、例えば500点であったり、400点であったり、600点であったり、自分のスタート地点が分かると思うんですけども、大体700点ってざっくり言うと、リスニングセクションが400点前後、で、リーディングセクションが300点前後、で、合計しても700点ぐらいかなっていうね、方が多いかなと思います。リスニング400点ということは、495点満点で400点なんで、まあ、単純計算で8割取れなきゃいけない。で、リーディングセクションは、300ですから、6割ですよね。はい、なので、リスニング、8割、リーディング6割ぐらい取れなきゃいけないっていうのがね、まず700点です。まあ、じゃあそれってね、受けなきゃわからないのかってことではなくて、とにかくね、受けてない方、これから受けたいんですけども、長くて欲しいなという方がいたら、一番最初にすべきことは、公式問題集を買うってことですかね。で、今ですと公式問題集10ってやつが、最近ね、10月かな、出ましたんで、それ買っていただいて、2回分の本番の試験とね、同じ内容が入ってるんで、リスニングとリーディングぶっ通しでやると2時間かかるんですけれども、まあ、ぶっ通しでやらなくてね、リスニングとリーディング分けてもいいので、見てみていただいて、リスニングセクションね、何点とか、スコアの換算表もついてるんで、まずもう解いてみるってことですかね。で、解いて、もしかしたらね、結構英語の力がある方は、初めてやってもね、700点以上取れる方いると思うんですよ。で、まあ、逆に今回の動画見てる方は、700欲しいとかね、700憧れるなっていう人が、まあ、多いのかなっていう気がするので、とりあえずやってみていただいて、まあ、今のね、自分の地点、まあ、400点でも500点でもね、600点でも何でもいいんですけども、まず公式問題集やって、自分の現在地をね、知るっていうことを最初にね、やってほしいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。ちなみに今、ちょっと公式問題集っていうお話が出たんですけど、もう次にちょっとおすすめの参考書についてもお伺いしたいなと思ってまして、私の経験的にも、どの参考書を使うかによって、結構勉強のスタイルとかって変わってくるかなと思ってるんですけど、TOEIC 700点を目指している方が、使っていただきたいような、そういうおすすめの参考書って何かございますでしょうか。じゃあ700点をね、目指す。まあ、例えば今500点でも600点でもいいんですけども、やってみたらね、200点でしたとかね、そういった場合はちょっとまた別になってくると思うんですけども、まあ、400点、500点、600点、ぐらいの方ね、まあ、いずれも700点目指すことができると思うんですけども、先ほど申し上げた通り、まあ、リスニング8割、で、リーディングはまあ、6割。6割ってことは、まあ、半分、ちょっと、ね、取れればいいんですけども、僕、個人的には、まずは単語をね、まあ本当にクラシカルというか古典的なね考えかもしれませんけども、僕はTOEICに必要な単語は、しっかりね、最初にマスターすべきかなと思います。例えばね、これ見てらっしゃるね、視聴者の方が、例えば大学生で、大学受験勉強してきて、大学受験のね、ために使った単語集とかあって、まあそれは結構ね、もう覚えてきたんだみたいな方は、結構基礎力あると思うんですよ。で、そういった方は本当にもうあと TOEIC に特化したね、単語集なんか一つ持っていただいて、700点目指すレベルに、まあ、自分が入ってるんであれば、まあ、キーのフレーズってあるんですけどもね。まずそれあればいいかなと思いますね。で、多分ね、僕、岩田さんの前の動画でね、単語集の使い方みたいなのもね、あったと思うんですけども、本当に隅々全部完璧にやろうとする必要ないので、キーフレって日英なんですよ。左ページに日本語があって、で、英語を入れてね、フレーズの中に。要はだから日本語から英語ね、引っ張ってくるみたいな単語集なんですけども、まあ、キーフレ買っていただいて、英日かな。英語見て日本語が出る。
というふうな感じの勉強をね、まずしていただければいいんじゃないかなと思います。さっき申し上げた通り、公式問題集はね、もうどのレベルであろうと買って損はないので、今僕は最初に、公式問題集買ってね、それやって、そこを出してみてくださいっていう話をしたんで、なので公式問題集はある。で、キンフレやって、あとは、まあ、皆さんが公式問題集やってみて、どういうバランスで点取れるかっていうのは、様々だと思うんですよ。要は、平均的なのは、先ほどね、申し上げた通り、バリスニング500点、リーディング300点っていうのがね、まあ、標準的だと思うんですけども、はい、中にはリスニングめちゃめちゃもっと、例えば450点ぐらい取れて、はい、リーディング200点とかね、そんな人もいると思うし、逆にね、リスニング全然できなくてね、リスニング250とかね、300いきませんでした。でもなんかリーディングの方はね、結構文法とか勉強ね、したことあって得意なんで、なんか350いきましたとか、そういった場合があると思うんですよね。話を戻すと、キンフレ、まず一つね。僕はね、最初っていうか初中級者が、スコアが伸びやすいのはどちらかっていうと、リスニングセクションかなと思うんですよね。なので、パターンは二つ。で、一つは、まあ、キンフレは買っていただくとして、総合対策の参考書がありますよ。総合対策っていうのは、もう全部ね、パート1からパート7までの、解き方とかね、勉強の仕方とか、問題とかが入っているオールインワンのもの。これはもう、例えば Amazon のね、上位の方を見ていただくと、いくつかあるんですよ。アルクの小石優子先生のね、総合対策の本とか、はい、あと、アスク出版のね、全てのトイックみたいなのとかね、あるんで、僕はそこね、参考書、これが一番いいとかね、そんなこだわりはないので、はい、実際できればね、本屋で見ていただいて、なんかこれの方がカバーが可愛いとかね、中開いてみたら見やすいとか、そういうのでもいいと思うんで、そういったもの一冊買ってやる。それが一つ。つまり公式問題集プラス、キンフレプラス、総合対策の問題集。で、もう一パターンは、公式とキンフレがある前提で、あとね、文法はね、しっかり僕やった方がいいと思うんですよ。文法って別にパート5ね、パート6だけじゃなくて、パート7のね、読解問題もそうですし、はい、のリスニングセクションの、設問選択肢を読む、トークを聞いて内容を理解するのにもね、文法っていうのは必要なんで、例えば、公式、金フレ、あとは文法特急、ね、文法の本買ったり、あとはね、デル専門ってあるんですけど、テックス加藤さんの、はい、で、専門はね、ちょっと700点目指すレベルだと、まあ、できる人もいるし、ちょっとオーバーロードな人もいるかなっていうところなんで、ちょっと微妙なとこなんですけども、文法特急もね、まあまあ、そんなに優しくはないんですよ。なかなか品質の部分が、オールインワンで入ってるんで、すごくいい本なんですけども、はい、文法特急ちょっと見てみてきつかったら、テックス加藤さんの、初めの400問っていうね、出る専門の、もう一つ下のバージョンのやつがあるんで、はい、その辺を買ってね、やってみるっていう感じがいいかな。なので、ちょっと戻すと、はい、先ほどね、申し上げたように、1パターン目は、公式キンフレ総合対策。で、もう1パターン目は、公式キンフレに文法だったらね、文法特急か、初めの400問、はい。で、リスニングはね、結構個人的におすすめなのは、はい、アルクの小石優子さんの、リスニング出るとこだけみたいなね、やつがあるんですよ。はい。はい、で、それすごくね、薄くて、広く網羅してるんで、はい、あんまり厚いか、腰とかね、きついじゃないですか。はい。中級者の。うん。はい。だからその小石さんのね、出るとこだけって単語と、リスニングと文法と、多いかな、あるんですけども、はい。まあ、その中のね、自分の頑張ってみたい、もしくは、ちょっと苦手を克服したい、っていうのを、はい、選んでやってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。私もちょっとお聞きしていて、1パターン目のキンフレと公式問題集とプラスこう全パートの、まあ、解き方とかが載った参考書っておっしゃってたんですけど、私もその全パートの解き方が載った参考書で、なんか浜崎先生が出されてるこう参考書の中でいいなって思ったのがあるんですけど、まあ、それがこう漫画で攻略の初めてのトークテスト全パートの対策の赤い参考書なんですけど、あれがすごいコラボをさせていただく前から視聴者さんにおすすめしたいなと思ってた参考書だったので、すごい使っていただけたらなと思ってるんですけど、
私的になんか個人的なんですけど、 TOEIC で点数を上げていくってなると、まあ、2つのスキルが必要かなと思っていて、英語力とこう TOEIC 力が必要かなと思っていて、まあ、英語力はそのままなんですけど、 TOEIC 力って言ったらこう TOEIC ならではの問題に対応していく力がすごい必要かなと思ってます。で、例えばこうリスニングとかも、まあ、音声一度しか流れないっていうのも他の試験とちょっと違う部分であったり、パート1だったらこう写真を見ながら解く問題っていうのも TOEIC 特有の問題かなと思います。で、そのふうなこう TOEIC ならではの問題に対応していく力っていうのは絶対求められてくると思っていて、でその、まあ、TOEIC ならではの解き方とかが載った参考書になるのでとってもいいなって思ってるのと、まあ、その解き方がこう文でこうずらーって書いてあるわけじゃなくて漫画でこう書かれてるので、すごいこう最初取り組みやすいなっていうふうに思ったので、こう700点目指している方にこうおすすめしたいなと思って今ちょっとお伝えさせていただきました。ありがとうございます。なんかね、そう、個人的にはね、そう、正当者の赤いね、漫画の本、めちゃめちゃあれ好きな本なんですけど、なんか、はい、自分の本宣伝するの苦手なんですよ、すみません。はい、でも、個人的にはすごくいい本だと思ってます。はい。はい、なんか私も中身見てて、こう写真描写問題とかはなんかこの写真、例えば人が乗ってる写真だったらこう動作とかに注目みたいな感じで結構具体的にこう解き方が書かれてるし、それが漫画で楽しみながら読めるので、なんかザ勉強っていう感じでもなく楽しみながらすごい解き方を覚えれるっていうのはすごい個人的にもいいなって思って、はいありがとうございます。感じで、まあ、参考書、揃えるべき参考書についてお伺いしたんですけど、じゃあ実際に、まあ、参考書を揃えてからどういう勉強ステップで勉強をしていくべきなのかっていうところをお伺いしてもよろしいでしょうか。僕個人的には、まあ皆さんね、毎日取れる時間って違うと思うんですよ。一、はい、日ね、社会人の方でもね、めちゃめちゃ頑張って時間捻出して毎日3時間とかね、勉強できる人もいると思いますし、まあ1時間とかね、頑張れるよっていう人もいると思うんですよね。で、僕個人的には、まあ毎日、TOEIC のね、勉強であれば、単語、リスニング、文法、まあ、総合対策。総合対策ってところの中には、パート7とかね、そういったまあ、本番の問題を解くとか、まあそういったものを含めて考えてほしいと思うんですけども、はい、僕毎日、単語、リスニング、文法、まあ、総合っていう4つの勉強ができればいいかなと思ってます。で、これは800点、900点とかね、満点目指すレベルになると、別に毎日全部ね、毎日全パートやるとかね、毎日模試解くとか、それはまあ当たり前になってくるんで、ちょっと別なんですけども、700点目指すっていう方がね、まあ、毎日、例えば1、2時間、なんとかね、細切れ時間かき集めてでもいいので、勉強できるというんであれば、まあその4つをやっていくってことですよね。例えばじゃあ1日2時間使えるのであれば、よくやりがちなのが、皆さんね、勉強して、もしくは TOEIC の本番実際受けたり、はい、公式問題知っておいて、自分はリスニングまあまあできたけど、パート7ができなかったとかね、あると思うんですけども、あんまりやると良くないなって思うのが、弱点のところばっかり補強して、できてるところをね、やらない。均等にバランスよく単語リスニング、文法、総合っていうのを毎日勉強できた方がいいかなと思います。わかりやすく言うとね、例えば単語15分、リスニング15分、文法15分、総合15分で、まあ、60分あるんですけども、はい、まあ、そういうふうにね、4分間で、ね、できればいいかなと思うんですけども、苦手なところをね、勉強したいときには、例えば、仮にね、今僕60分の枠で、単語15、リスニング15、文法15、総合15って言いましたけども、はい、ちょっとじゃあリスニング苦手なんだって人はね、うん、その1時間に15分、リスニングの時間を加えて、まあ、補強していくっていう考え方でまずは勉強する。はい、あとは、1時間のノルマはね、そんなにたくさんするとね、続かないんですよ。うん、なので僕は、結構もう10年ぐらい前に書いている特急シリーズの本から、勉強貯金っていう考え方を言ってるんですけども、はい、とにかく、バランスよく4つ、ね、単語リスニング、文法、総合の勉強をする。だけど、1日あたりのノルマはすごく少なくして、例えば、単語、
単語1日10個覚えようって言ったら、まあまあいけると思いません？700目指すぐらいの人だったら。はい。で、10個とかでいいんですよ。とりあえず、じゃあ今日毎日10個覚えよう。わかりやすくこういうふうに言います。で、リスニングも毎日、例えばね、じゃあ今日はパート1だけやる。パート1って6問しかないです。ね。で、解いて答え合わせして解説見るんだったら、本当に15分ぐらいでできると思います。余裕持って。で、文法も、例えばじゃあ、X さんの初めの400問カットとする。400問ある。400問あるけど、めちゃめちゃ基礎的な問題なんですよ。で、じゃあ1日例えばね、すごい基礎的な問題だから、ある程度ちょっと文法力がある方は、すぐ解けちゃうんですけども、例えばじゃあ今日ね、1日じゃあ20問と。で、まあ20問解いてもね、5、600点のトイックスコアある人は、15分ぐらいしかかかんないと思います。っていうふうに、絶対これだったら、すごい疲れてね、仕事ちょっと2時間ぐらい残業して帰ってきちゃったけども、それでもできるよなってぐらいの、今のね、勉強を立てていただいて、例えば1週間あるんだったら、まあそれを月から金まで、月から金まで、毎日じゃあ、例えば1時間、2時間勉強します。で、その中身は、単語リスニング文法を総合にします。ただし、1日あたりの勉強の内容は、すごくね、こんなに疲れて時間がなくて何かあってもできるような量にする。はい。っていうふうな感じで、作戦を立てて、で、ね、じゃあ月曜日頑張りました。できました。で、ちょっと余力があったら、ね、なんかその次の日の分のノルマ勉強すればいいんですよ。はい、今日ちょっと10個単語覚えたけど、で、1時間勉強やったけども、今日なんかまだやる気もあるし、時間もあるからもう1時間勉強しちゃおうかなとかね、もう30分勉強しちゃおうかなってなったら、翌日の分の単語だけ覚えるとかね、翌日の分の文法だけ問題解くとかやって、翌日の勉強以降のね、勉強をどんどん貯金していくんですよ。で、なんかそれね、メモでも、Excel とかでもいいのでね、記録してって、で、水曜日、例えばね、そんなに行きたくないんだけど、どうしても断れない飲み会が入ったとかね、だったら勉強できないじゃないですか。でも、なんか月とかでちょっと貯金作っといたから、水曜勉強しなくても、なんか罪悪感がないとか、はい、そういうことができるので、ノルマ小さくで余裕があったら翌日の方のね、分の勉強もするみたいな計画を立てるといいと思いますね。で、あとは本当にね、700点とか800点目指すぐらいの人もそうなんですけど、あんまりごつい問題集やらない方がいいですよ。終わらないんで。例えばさっき申し上げた、僕のその漫画の600点の本もめちゃめちゃ厚さはそうそうあるんですけど、漫画なんで、結構あっという間に終わるもんなんですよ。で、さっき申し上げた、例えばその講師先生のデルトコだけシリーズなんて、単語がね、例えば、単語ブッキング振りやればいいと思ってるんですけど、はい、もちろんその講師さんのデルトコだけの単語でもいいです。で、デルトコだけの単語って、630語しか載ってないんですよ。630語しか載ってないんで、仮に90個覚えたら、1週間で1周回せるような、そういうレベルの本なんですけども、そういうね、無理しなくてもできそうに参考書買って、あと自分がね、楽しくできそうなものね、買って、バランスよく、一日ノルマ少なめにして、勉強していくっていうのがね、大事かなと思います。あと、岩田さん結構ね、いろんな動画で自分でやってきた勉強とか、なんか単語だったらこういう風な最低限覚え方すればよとかあるじゃないですか。はい、そういうのをね、参考してね、真似するといいと思うんですよね。勉強する方ね。はい、ありがとうございます。私もすごい初心者の頃ってこう勉強しても、最初なかなか継続ができないっていうのが一つの課題かなと思ってるので、そういったところで勉強内容もちょっと詰め込みすぎずに、時間とかもこう詰め込みすぎずに少しずつやっていくっていうところだったり、参考書選びの部分でもなかなか分厚すぎたりとか問題量多すぎたりするとこう継続ができなくなってしまうので、そこの工夫って継続をしていく上ですごい大切だなと思いました。なんか私も当時のことを思い出して大切だなって実感しました。じゃあ次に勉強をこうしていく中で、意識していくべきことというかポイントって何かございますか？皆さんね、何点取りたいということは何かの目標があるわけだと思うんですよね。多分多くの人は、はい、700点取んなきゃいけないなっていうね、
何かがあるはずなんです、はい、あの状況であったり、もちろん趣味の憧れでもいいんですけどもね、はい、で100点取りたいっていう風になったら、あのいつでも10年後に取れればいいんですっていう人はそれでいいと思うんですけど、まあ、そういう人はあんまりいないと思うんですけどね、はい、あのいつもねやっぱり締め切り作ることですよね。でもちろん学生の方とかは、例えば今ね大学2年生だったら3年の就活の時までには取んなきゃいけないかなとか、自動的に締め切りができると思います、はい、ね、で締め切りがあると別にそこから逆算してあの勉強していけばいいだけなんで楽なんですよ、はい、あの締め切りがある人は、ね、いいんですけども、締め切りがない方は締め切りを作るっていうことですかね、はい、で別にトイックってほぼ毎月っていうか毎月あるんで、はい、じゃあ来年の3月のトイック絶対受けようと決めて、で今例えばこの今お話してるのは12月なんですけども、はい、半年勉強頑張って、来年のじゃあ、大学7月まであるから8月のトイック絶対受けようとかね、はい、そしたらまああと残り8ヶ月あるんで、そしたらもう8月のトイックを絶対のゴールにして、はい、で8月のトイックの申し込みっていうのがね、まあ、ちょっと 2ヶ月ぐらい前かなにあるんですけども、それもちゃんと調べておいて、はい、絶対に、ね、よしここで申し込むぞ、そしてここで受けるぞみたいに、はい、大学受験ね経てきた人って大学受験をゴールにして皆さん勉強するじゃないです か、はい、だからそれと同じだと思うんですよね。だ大学受験っていう目標があったらそこに向けて皆さん勉強をやってこれるんで、はい、大人でしかも会社からね、あの君来年の3月までに取らないと、基本給 30% をするかねって言われていたらまあ別ですけど、うん、まあ、そういうことはないと思うんですけどね。楽天はあったんですよ。楽天はいつまでに取れないと基本給じゃなくてボーナスかな、基本給がボーナスカットとかマジあったんで、スコア取れないと、だから皆さん必死にやったんですけども、そうそう本当にそれスコア取れないと給料減っちゃうみたいな、あの感じだったんで、はい、だから皆さん一生懸命やってたんですけども、そう、締め切りを作って、あと公言することですかね、はい、あの別に、X、Twitter で、うん、私来年8月に絶対特許受けますって投稿しても別にいいですし、はい、ね、それちょっとはばかれる人は、別に身内とかね、友達でもいいので、私来年なとかね、別に誰にでも周りの人にいいので、あの私来年8月に特許受けるんで、うん、頑張ります、応援してくださいとかね、言うとか、はい、まあ、そういう、うん、締め切り作ってそこに向けてやるっていうのね、はい、がすごい重要じゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。確かに締め切り決めてないとずる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 やってしまうっていうことにもつながるかなと思ったので、まあ、しっかりこう目標、まあ、いついつまでに何手を取るっていうのを決めてもらって、そこから逆算してちゃんと自分のこう勉強内容とかも考えていくっていうのはすごい重要だなと思いました。では最後になんですけど、まあ、TOEIC 700点を取るこうメリットについてお伺いしてもよろしいでしょうか。そう、本来のというか、まあ、皆さんが、ね、思うメリットというのは700点取れたから例えば就活で有利になる、足切りされない、転職に使えるとか、まあ、そういうのことだと思うんですよね。でもちろんそれはそうなんですよ。多分 TOEIC 受けてる人、これから受けようとしている人も、まあ、そういうのがあるからね受けると思うんですけども、それはもちろん一つあります。でもう一個は、僕は700点取れた時にすごいね満足すると思うんですよ。達成感あるし、でその時に、まあ、別にもう700点取ったら英語なんかいいやとかね、あと一個別にこれで卒業だとか、そういった人は別にそれでいいと思うんですけども、おそらくね例えば700点取れた人は英語がね結構好きになると思いますよ、今より。でその時にこれだけの期間すごい一生懸命勉強したらね730点取れて報われたんで、ってなった時にもっとね上目指したくなったりすると思うんですよ。で730点例えば取れた、そのことによって満足感達成感得られるねだけじゃなくて、まあ、勉強の習慣っていうのも得られたはずなんですよ。でその勉強するってことがすごくポジティブにね肯定的に捉えられる状況になったと思うので、そのままねトイック今度ちょっと800点目指そうとか ね、そういうふうに上目指してもいいですし、英語で例えばねちょっと今までネットフリックスとかで、ね、英語のねあの海外のドラマとかね翻訳ね、されてるもの字幕のものしかね見てなかったけども、そういったねものも理解できるようにちょっと他の英語を勉強してみようかなとか多分なると思います、本当に。でそれであの絶対に自分のね幅というか世界が広がるきっかけになるんですよ、TOEIC700点取るってことは。
で、そこはね、まだこれから今頑張って皆さん勉強しようとしてる人は取らないと始まんないよっていうふうに思って勉強してくれていいと思うんですけども、取れた時に僕はね、あ、こんなことできるようになったんだとかね、こういったことが分かるようになったんだとか、あ、自分頑張ってとにかくこれ800、900点いけるんじゃないかなとか、そういうふうな次元にね、自分が上がると思います。でそこでね、またね、本当にすごい可能性がね、本当に広がるので、まずは本当に黙々と700点突破目指して勉強すごいやってみた方がいいと思いますよ。絶対ね、やって後悔しないと思うんですよ。やらないとね、後悔しますけど、あ、すごい勉強して後悔したわとかね、ことはまず起きないと思うので、ぜひ700点目指して勉強ねしてもらえると、まあ、いいことあるよっていうふうにね、僕は思います。ありがとうございます。はい、ということで浜崎先生、今日はいろいろ教えていただいてありがとうございました。700点突破に向けてどういう勉強したらいいのかっていうのがすごく明確になったので、視聴者の皆さんもぜひ試してみてください。浜崎先生が出されている TOEIC の書籍については概要欄にリンクの方も貼っているので、ぜひ皆さん覗いてみてください。ということで浜崎先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。